こんにちは。まあ今まだ0人なんですけどね、多分。結構入っている。真っ暗なんで。めっちゃ入ってきてるじゃん。嘘。やばい。12人真っ暗だ。もうなんか他ない。やばいやばい。すげえすげえ。こんにちは。こんばんはだ。もうすごい照明が。こんばんは。あ、やばい。ちょっと待って。こんばんは。皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。皆さん、明けましておめでとうですね。本当にマイフーさん、視聴ありがとうございます。トラジ見てます。トラジ見てます。はい、ガユくんいます。どうもー、ガユでーす。こちらには前の選手見えるかなー。あ、前の選手です。どうも、メンバー紹介です。運転席にいるのは倉島選手です。眩しい、眩しそうね。はい、っていうような感じで、かけちゃんはいますかという質問が来てますけども、いませんですね。そうですね、ちょっと市船同期でお出かけしてるんですけども、三輪哲さん、吉道立松さんも見てますね。これね、これみんなライブ配信、俺初めてなんですけど、みんなすごいですね。どうやってやってんだろう、みんないつも。どうやってやってんのかな。普通の人車の中でやらないね。普通の人車の中でやらないんじゃないかという意見をね、いただきましたけども。ね、こんないくらあってもいいですからね。これですか、いただきましたけども、また誰かとコラボしてください。お、みったん、みったん明けおめ、みったん明けおめということでね。ラザシスなの。あ、これなんて言うんだろう。この人見てます、この人。わからん。いい見せる。おいおいおい。この人、大地くんの知り合い見てますね。大地くんの知り合い。彼女なの。おい。おいじゃない。いいの言って。いいんだ。ウェーブしときましょうか。どちらにお出かけでしょうかという質問をいただいたんですが、キヒちょっとね、場所はちょっと言いづらいね、ちょっと言いづらいんですけど、まあちょっとね、みんなでお出かけしようかなと思っていて、お泊りですか。お泊りです。お泊りですね。5歳の息子がオリンピックでファンになりましたよ。ありがとうございます。素晴らしい。いやー、オリンピック目指して頑張ってほしいですね。そうやって見てね。ですね。体操やってるのかは知らないですけど、頑張ってほしいですね。何かをまたコラボライブしたいです。はい、かけるとかとしようかなと。ライブ配信初めてですよ。ライブ配信初めてやってみました。インスタライブあるある。インスタライブあるある言っちゃおっかな。インスタライブあるある言っちゃって。コメントで来るときにはもうこっち冷めてるときね。インスタライブもう来た時にはかけちゃんいないのか。ウェーブを送信しました。かけるが言いたい。なんかすごい。あ、かけるが言いたいの。言ってよ。皆さん、明けおめですね。みんな明けおめですって言ってくれてるわ。明けおめです、明けおめです。今年も応援よろしくお願いしますということですね。ということなんですけども。
みんな何喋ってるのかなって思うんですけど、かけちゃんいないですね、ごめんなさい。かけちゃん大体毎日会ってるんですけどね。誰が運転してるんですか。倉島くんです。どこに向かってるんですか。あれ、僕さっき見たな、さっき見たと、この前渡くんコラボした時電波ひどかったね。ひどかったんですよね。まあでもあれなんかコラボ、かけると一緒にコラボ相手電波悪くなるらしい。あ、そうなん、インスタライブあるあるじゃん。せっかされちゃう。まあそれにしてもお前の電波悪すぎる。なんかもう暗くないですかってどういうこと。暗いんですか逆に。暗くないんですか逆に。外は暗いんだ。暗くないのこの時間で。海外在住の方、ヨーロッパとかにいるのかな。外は暗い時間なんで。渡るさんのインライ超嬉しいです、ありがとうございます。お年玉、お年玉って来たの。遅くない。そう、いや結構下あるけど、あ、今ちょっと上から読んで、ちゃんとお年玉ってどういうことでしょうか。お年玉くださいってことでしょうかね。そうだね。お年玉はね、シリコ玉で。おい、頑張ってねって。ああいうくんのシリコ玉で我慢していただけたらと思うんですけども。絶対知らないやろ。そうですね。頑張ってねって。カッパなんで。いや、頑張ってねって。っていうことですけどもね。携帯持った瞬間始まってめっちゃ嬉しい。これは奇遇ですね。長野めいちゃんは車でやってます。長野めいちゃん、めいちゃん、長野めい、めいちゃん車でやってるらしい。マジ何をやってるんだろう。インスタライブ。あ、インスタライブ。お揃い、お揃い。あ、そういうこと。長野めいちゃんとお揃い。あ、お揃いで、お揃っちでーす。長野めいちゃんどこだろう。ないな。今日は電波いいですか、ありがとうございます。いい、あの、はい、4G が1本ついてます。弱っ。No. ウキのー渡るさん、かわいいです。あげおめです、あげおめです。あ、ゆりちゃん見てる。ゆりちゃんだ。大地、このコメント見たらピースしてください。はい、ピース。はい、はい。はい、かわいい、ありがとうございます。かけるくん見てる、かけるくん見てます。元気ですか。元気ですね。わたるくん好きです。はい、僕も大好きです。とかっこいい。え、かっこいい。はい、もうさっさっといきますよ。セントラルのカレー作るやつ参加予定です。カレー作りましょう一緒に。わたるさん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。かけるさんいますね。通知来て驚きました。御嶽さん、ありがとうございます。オリンピック見てました。え、何230。かけちゃん来た、すごい。6日のクッキング楽しみです。いつから練習開始ですか。練習ね、練習今日ちょっとやってきました。わたるくんは鉄棒のペガンできますか。ペガンはちょっとノータッチですね今のところ。なんか RRU の流行ってますよ今僕の中で。かけるくん早く言ってください、あるある。かけるくん早く言ってね。何車左ハンドルだと思われがち。画面がね
それカメラあるあるですね、それはインカメあるあるですね。わたるくんことよろことよろです。ゾケルくん、明けましておめでとうございます。ヒトラス、知ってますか？知らなかったら離さないで決めたから。車の中だ、車の中です。明けおめ、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 明けおめ。あなたは超バラスペシャリストになると思いますか？なります。東京作成しましたが、あなたは最遠一の超バで最高得点者です。なります。頑張ります。なります。かけちゃん、おめでとうございます。なりますって言ってくれてます。なります。初体操はいつですか？初体操今日ちょっとやってきましたね。今年も大好きです。ありがとうございます。僕も大好きです。私のインスタライブ珍しい初です。いつから練習ですか？明日で、あ、間違えた、今日やってきました。また技の名前を教えてください。また技の名前を教えてください。だってドミトリエンコお願いしますこんばんは、倉島くん安全運転でね。ケルもう一個痛いらしい。もう一個言ってください。ケルもう一個痛いし、しげしげ、しげ見てるわ。倉島くん、第一にありがとうって伝えて。見たけど、ね、何を？そう、なんで分かった？いえいえ、なんかあった？かっこいいですね、ファンですじゃないんだよ知り合いからかっこいいですファンですって言われて、かっこいいですねファンですじゃないです。みったんさん、はい。好きなおせち料理は何？好きなおせち料理、チョロギ。何それ？え、チョロギ？何チョロギ？誰がチョロギやチョロギって何ですか？チョロギみんな好きじゃないもん。チョロギ？カリカリ梅みたいな、あの渦巻いてるやつ。それ知らないんだけど。え、チョロギ？カリカリ梅じゃないの？だて巻きの甘いやつ。ロールケーキの。見えた。光当ててるんだよ、はい。ありがとうございます。好きなおせち料理なんだろうな。何？わかんな。俺は酢だこかな。俺焼肉でーす。焼肉。焼肉でーす。焼肉でーす。屈伸のペガンできそうですかね。屈伸ペガン頑張ってちょっとやってみようかな今度。体重何キロですか？体重はね。リンゴ バナナ3本分です。そう、同じくらいじゃない。福岡はまだちょっと明るいですよ。だって時差ボケ気をつけます。電波怪しくなってきた。だって危ない。もう言っていいですか？言ってかける。電波悪くなってきた、ごめんなさい。たけるくん、あるあるバリータソー言って、コメント読んでくれてありがとう。上さん、僕コメント読んじゃう。当ててます。何が何あ、そういうこと。電池なくなっちゃうよ。いいの一個にしてください。向こうで充電できる。いや、こっちで一個で当てるよ。あ、当ててしょ。照明係照明係2人いるから。照明係すごい。え、すごい。当ててたんです。裏飯。あ、裏飯やめ誰も見たないわ。そう、そうかな。高校の同期です。あー、すごい逆光で見えないね。高校の時のすごい、ちょっと前、はい、高校の時の体操部の同期のカッパです。いや、カッパじゃねえって俺ということで、屈伸ペガン、もう一個言って早く。認知してる方とかいますか？友達が見てくれてる人います。お酒入ってないですよ、まだ。まさかそれはない、ね、まさか。いただきます。言ってますけど、スクショタイムですか？スクショ、はい、終わりです。はい、本当にかっこいい、本当好き、ありがとうございます。大川さんだ。大川さんもいる。え、これ結構昔？結構昔言ってる？どれ？あ、だいぶ昔。さがすごい。ちょっと急ぎます。
お父さん、お父さん入ってきた。パパペガンできないです、すいません。インスタライブありがとうございます、好きです。ファンの方のインスタストーリーってみ、ファンの方のインスタのストーリー見てますよ、見てます、見てます。初詣まだです、かけるくん行った、かけるくん行ってます、行ったらしいです。ペガンの回答、はい。誰と一緒ですか。高校の時のね、体操部のみんなです。アッコさん見てくれてありがとうございます。本当に顔がタイプです、ありがとうございます。僕もです。何を見る、ノータックルドラグレスクはちょっと多分どうだろう、無理だろう、無理かな。分からん、ドラグレスクできる、ドラグレスクやったことないです。お雑煮食べました、美味しそうな、美味しそうな顔ですね。美味しそうな顔ですね、ありがとうございます。あ、あなたもですね。もう一個言ってください、かけるくん、かけるくんもう一個言っちゃって、渡るっていい名前、お母さんに言ってあげてください。渡るさんの満面笑顔見れてハッピーです、ありがとうございます。体操頑張ります。照明担当じわります、照明担当なんか二人やってくれてます。かけるくんあるある、かけるくんあるあるいっぱい持ってる、持ってるんだよね。インスタあるある、なんだろうな、インスタあるある、インスタあるある、インスタあるある、ライブあるある、あ、インスタライブあるあるか、ライブあるある、ライブあるある、ライブあるある、コメント読みがちということでね。ツイッターでもあるだろう。ということで、週1でインスタライブしてください。まあもうちょっと増やそう、増やせたらいいな。かけるが1時間ぐらいやってると LINE 溜まりがちって言ってる。初なんでちょっと分かんないですけど、あり、確かにと思いますね。運転中かと思ってびっくりしました。大丈夫です、僕運転は、運転中はね、さすがにちょっと危ないですよね。かっこいい、みんなありがとうございます。ツッコミ方針、ツッコミ方針、ツッコミ方神、ツッコミ方神、ツッコミ方針、ツッコミ方神だった。誰が、俺ツッコんだ、俺何が得意ですか、僕ですか、髪切るのとか得意ですね。初日の出見ましたか、見てないです、電波悪いかな、まだあるなって言ってるよ。イケメン2人発見だって。マジ、誰、俺のことかな、どっちだろう、どっちどっちどっちというか、この2人いくか、顔2ついてた、どう、誰、分かんないね。あと、ふうやくんだって、あ、じゃあ俺だ、ふうやくんだってその下に言ってるけど、分かん、違う人だから、電波怪しいって言われた、ふうやくん顔が、電波、ふうやくん、和田くんファンの息子と一緒に見て、マタルさんファンの息子と一緒に見てます、ありがとうございます。ふうやくん明けおめ、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、というね、新年なんです。焼肉とおせちなんというね、いや違うだろ、焼肉はおせちじゃねえだろって言ってほしかったですね。会心のボケ、確かに時差起きてますね。運転好きですか、あんまり、あんまし、そんなに嫌いではない。またやってくれ、またインスタライブやります。英語話せるんですか、あーまんがんありと、ということで、体操選手仲がいい人誰、体操選手仲がいい人ですか、誰だろう、谷川翔選手とか結構いいですけどね。翔言っていいよ、もう翔くんいっぱい言っちゃっていいよ。風也くん猫可愛いですね、だってですよね、ですって、そうなんですよ、うちの猫が多い、俺と想像するな。ひどい、なんでなんで、ひどいよ、早くあるある聞きたい。かけるくん貯めるな。そう、リセガンのリセガン2についてどう思いますか。なんか足痛いの、なんだろう、終わった後足痛そうだけどしっかり決めてくる感じすごいなと思いますけど。誰と一緒ですか、
体操部の、あの高校の体操部です。高校の時のかけるくん、かけるくん言っちゃって、かけるくん言っちゃって、またインスタライブします。お父さん見てますね。はい。お正月は、お正月カニとか食べましたよ。途中参加やってもうた。アーカイブ残してほしい。頑張ります。頑張りますじゃないわ、残します。多分、おせち食べましたよ。あ、食べてないわ、食べてないです。箱根駅で見てないです。お出かけになり、あざす。ゆきちゃん、ゆきちゃん見てね、ありがとうございます。谷川の新技発表してください。頑張りますね。初夢見ましたかはね、ちょっと初夢僕忘れちゃうというか、なんだ、夢な、夢一個も覚えて、覚えらんない、忘れちゃう。温泉、温泉あるある。どこ行くんですか、どこ行くのか、ちょっとね、まあちょっとどっか、温泉あるある、温泉あるある、温泉あるある、体温まりがち。今この今この瞬間やりたい技何ですか、今この瞬間やりたい技、技、温泉あるある言いたいって感じですね。お出かけ気をつけて行ってください。なんでガーユくんイケメンなんですか、だってマジで、なんでイケメンなんですか、ガーユくんは。やっぱり妖怪と人間のハーフだからかな。いや、カパじゃねってって言ってます。聞こえたでしょうか。聞こえてるかはちょっとわからないですけども、食事制限は特にはしないです。やばい、どこまで見たか忘れ、わかんなくなってしまった、ごめんなさい。渡君、僕どこまで温泉あるある言ってください。3000に1000足します。4000です。それ4000、4000やん。すごい、何かける、まだまだありますって。斬新。ちょっと飛ばしちゃおうかな。横顔見せてください。はい、横顔。はい、だいぶ前の。残してください。残します。受験勉強頑張る。ちょっとスピードアップでいきます。応援し、受験勉強頑張って。はい。かけるかける、はい。ライン溜まりがちね。確かに。はい。体操の練習はいつから始まるんですか。今日ちょっとやってきました。はい。苦手な技、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 料理とか、料理、料理、なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、あれ、片足釣り込みみたいなやつ、何する、なんだっけ、新潟、新潟行くの、新潟行っちゃう、片足釣り込みってなかったか。分かんない分かんない。一本背負い。おい。You are she hand some。I don't know ということで、ウィンクお願いします。はい、ウィンク。ウィンク。ウィンク。はい。行った。あ、ケンタだ。今年もたくさん応援しに行きます。お願いします。明けましておめでとうございます。今年も応援します。決め顔してください。元からしてます。谷川兄弟挟まれて撮ってもらった写真が顔です。あ、撮ったん、よかったです、嬉しいです。まだあるな、まだ言ってください。かけるくん、この前シニアでお会いしました。ありがとうございます。また来てくださいね。免許いつ取ったの、免許いつだろう、3、4年ぐらい前です。今年も全力応援します。お願いします。かけるくんと喧嘩しないです。今なんでインスタライブやることになったんですか。ノリですね。明けましておめでとうございます。今度使えたらアロママッサージしますよ。なんかちょっと危なそう、怖い、ちょっと怖い、それは。音楽よく聞いたら炎流れてるやん。違いますね、今ホムラな、ホムラね。炎。炎って呼んでた。今年はたまにインスタライブやってくださいね。頑張ります。やれたらやります。渡君こんばんは。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。アロマオイルではどういう匂いが好きですか？アロマオイル、アロマが好きです。今のバチェラー見ましたよ。コウコウさんのやつ見ました。一個一個コメント読んでるの面白い。飛ばしいいの？逆に飛ばしいいのかな。明けおめです。仲いいんですか？かけると仲いいです。バーベキュー、あの、ま、肉と野菜とご飯は、これから枕の中、枕の中、え、今からどうしよう。枕の中、コテージ、コテージ。すごっ、やった。肉は言ってんのよ。むしろ引き返したね。もうない。え、しゅうちゃん、あ、いや、ついてないから買うしかない。あ、なるほど。え、買ってからいけるってこと？肉はついてる。肉はちょっとついてる。わかんない、どんくらいがついてるのか。そうなんだ。持ってきてくれる。すいません。照明係面白いですよね。社内です。ふうやくんもっと弾けちゃってください。ふうやくんね、割と弾けてる。弾けてるらしいです。弾けるのはボボボボボボボの中にだけにしとけって。大体パーキング行ってほしいかもしれない。なんか、なんで？おしっこ、おしっこしないの？本当に早すぎる。早っ。頻尿。頻尿。ごめん。マジ？本当にごめん。本当に？結構ガチ。マジかよ。さっき2回行ったよ、トイレ。そう、だから俺1回しか行ってないから。お前と違って1回しか行ってない。眩しそう。眩しいっす。絶対に買う。新ルールに対応できますか？絶対に買うから。電池なくなっちゃうって。いいの？新ルールに対応できますか？だってできなかったら体操生。あ、新ルール対応できるように頑張りますよ。体操やっていけないんですよね。明け多めです。ルール改正に向けて練習は、はい、頑張ってます。ほっぺいい感じですね。変わったらほっぺいい感じですね。僕ほっぺ結構伸びるんですよね。結構ほっぺ伸びるんです。ほっぺ伸びやすいんですよね。昨日ゴムゴムの実食ったんで。昨日だけかい？2日目やないか。まだ2日目やないかいっていうね。お雑煮にスルメ入れますか？そんな人いるんですかっていう感じ。そんな人いたんですかって感じなんですけど、僕お雑煮はちょっとあんま分かんないな。作ったことないけど。お餅入れます。お雑煮あるある、お餅入ってがち。ということで、お年玉。お年玉もらいましたか、あげましたか。おばあちゃんにもらいました。それがお雑煮なんや。車です。わっしょいわっしょい。はい、わっしょいわっしょいということで、明けおめです。かけるくん、は今どこにいるんですか？ちょっとわかんないけど、どこでしょうね。わかんないっす。夢うちも覚えとらん。 Me too。 髪型変わりましたか？変わってますか？マーキング行ってる間変えたつもりないっす。え、マーキング行ってる間自分で言っといて、俺ちょっとアシストできないから。俺も行く。でもそのインスタライブ1時間じゃなかったっけ？確かに。何が？え、そんなこと、そういうのあるの？大喜利になってる。跳馬のつき方のコツ、跳馬のつき方のコツ、あのね、あんまりこう月に行こうとしないで、なんか肩固定しとくというか、なんて言うんだろうね、なんて言うんだろうねって言われて分かんない。なんか腕そのまま固定しとく、しといて負けないようにしとくって感じです。ありがとう、本当にありがとう。何が買う、何買う。すいません、紅茶、オッケー。すいません、ちょっとパーキングついちゃったんで、大地くんが渡る助手席来て。これさ、渡るのさ、ライブ配信見て俺しかいなかったらさ、一回切っていい？渡る、ちょっとまた小型ちゃんがおトイレ帰ってきたら、ちょっとまたやるかもしれないですけど、一旦
旦バイバイします。また。